あ、ウエストさん。縮みはいいんじゃないのこれ。縮みはいいんじゃないのっていうことをザッチは。あれ。あれ。陰口みたいな。陰口。シェフはそんなことに動じない。今後で悪口言ってくれ。調べないで、そう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 、イメージイメージで作る。West West。じゃあ完成しましたんで、はい。時にあのおもてなしということで、はい。はい、自粛してもらって。来ました。どうぞ。失礼ですが、あのお店は水出てこないんですか。あ、すぐね。はい。いや、これは行くなはイドルボゴや。いいと思う。アイスコアって言うから家とマドスコアって言うと真面目マシンするんだけど、あっ、ゴミさんはなんと美味しそうに見えるのがこれだから、じゃあちょっとあのまずそうなやつを先食べてこれ食べるか、あーやばい、あー喧嘩、今日今日まずじゃあチャプチェからお客様、はい、どうぞチャプチェいただきます。うん、さっきちょっとパッタイって食ってくれる、아들만또곤나이걸잡채라고할수가있나약간좀言葉分かんなくてもちょっとニュアンスが分かる感じ。キャプチャプチではないけど食べれなくはない。あおおおボーダーは超えたか。それとこですいいんじゃないですか。ああそうだ、あシェフ自身もあれちょっとわ笑顔がこぼれてます。これが料理。そうですね、これが料理。素敵だ人の心を。いいな。美味しい。おお美味しい。チャプチェではない。パッタイ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 になっちゃった。パッタイです。今日さっきあのビーフン風って言ってるビーフンでもないかな。これは。です。今日パッタイ作りました。あ、ちょっとずるい、ちょっと。パッタイ。編集の手間増やしてる。パッタイ。パッタイとチヂミ。あ。チェストもう一人ですね、じゃあチェック、そうチェック結構も呼ばなきゃって今日、ああパッタイだったらまあでもちょっとこうまずくもないっていう中途半端な、そうですね。これ本当素晴らしい料理ですね。あら僕は醤油味、僕は塩味あれがハイブリッド、ハイブリッドですね。ハイブリッドだ。あの僕のやっぱり変幻自在の、はい、うん、すごい魔術師って呼ばれてる、そう感じる。サッカーって知らないですか。ちょっと素晴らしいです本当でしょ。やっぱり一流の、そうそうそう、うん。ゴミさんはどうですか感想は。超もおぼんな料理がな、チャンジョやねんこって並んでるスタイル。この世にはない新しい料理を誕生さすが一番お店にあったらまあまずいもんなんか影住めんかげまねぎかげメニューが一旦しけかってる逆にお金もらってからあれおかしいぞ。あ、いいですか、うん、これでいい。あ、いいですか、すいません。じゃあ正直にタイトル、はい。ちなみに大悟さんはチャッチェ食べたことある。あるある。でも今度食べる、あの家にモンドンモンドンで、はい、本番でアニメしよう断られこれ確かに
に、あの、まずくはないです。そうね。はい。だから、この料理何ですかって言われてた時に、ハテナハテナハテナっていう感じの。まあ、そうですね。はい。だって、シェフにしてるんですけど。なんかさっきから逃げが、なんか、だんだん、チャプチェじゃなくなってきてる。自分の新しいものを作る。うわぁ、作るってそれ。一旦、チャプチェの点数だけ聞きますか。100点中、100点中じゃあ100点中チャプチェとしてね、はい、100点は基準に맛しんごやねん、チャプチェ基準が味ですか、うん、チャプチェと近いか、まあ思ってるチャプチェが良くて、うんうん、一番美味しいチャプチェ、ね、チャプチェ、あーでもあーちょっと人に聞いたっけ人に聞いたからちょっとやろうと、ペクチョンジュン、まあね、これからの関係とかも、とか。マイナス60点。おぉ、味は60点。おぉ、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 あらら。で、意外と。チャプチェーラン、チャプチェーレ、ビスタリー만들었다면、マイナス。マイナス。マイナスって分かりましたね、今。コンセントつけてマイナスって分かりましたね。えぐってきましたね。マイナスって聞いたことある。聞いたことないです、ないです。マイナスになったのは、まあ、自分が今まで見たチャプチェとはちょっと違うから、うん、それはマイナス、あー、まあまあ味はということは、総合的に60点、あ、それで、あー、なるほど、あ、どうぞ、どうぞ、パス来ないっていうのを恐れたもんね、ほんとに、どうもいい気なんで、直接僕はあら、笑いがあでも、ご飯とキムチある全然これ普通に食べれると思って、チャプチェではないと思うんですけど、あ、はい、味的にはまあ60、70ぐらい、あら、ご飯あるとご飯あると普通に食べれる、すごい。ちなみに韓国料理にはありそうな味ですか。まあ、ちょっと違うものですね。味がまずい。3年生初めて食べた。こんな味初めて。あ、韓国じゃなかった。行こうか、なるほど、なんかずるっすね、なんか逃げがあんまいいや、ちょっとじゃあチヂミ、はい、行きましょうか、チヂミはもうチヂミですよ、はい、チヂミはもうチヂミ、チャプチェどんだけチヂミだったあはちょっといや、バレたバレたあれ何これ、真っ白あ、特製つけだれつけまして、え、エビとかも入ってるんですか。入ってるよ、うん、本格的だ、海鮮チヂミね、あ、海鮮、そうですね、そうシェフ心配になってきてるシェフあはは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 はそんなバカな、生だね、そんなわけないぞ、焼けてないね、あれシェフ、僕生の方が好きなんで、わあ、火を通さない方がみたいなことなのかな。シェフどうですか。もう一回焼こうか。あ、もう一回焼こうか。相当ダメだ。惜しいね。もうちょっと焼いたらもう。そうですね。もうちょっと焼いたら。ね。まあでももう。チャプチェ。あ、チャプチェが美味しく感じてるもん。マイソです。あれ？チャプチェが美味しくなりましたね。なるほど。ちなみにタレはどうですか、タレ、え、これも作ったんですか、オリジナルブレンド、万能ソース、醤油、醤油、ジャンジャン、ごま油、チャンジル、酢、あとめんつゆ、お酢、ああ、しっちょ、しっちょ、サワー、うん、違う、チヂミのソースって何、いや、チヂミも普通の醤油だけ、あ、チョコチュカルを飲み込む、あー、チャンジル、醤油で唐辛子、あー、とごま油ぐらい、辛みがない。もうそれ。辛いの嫌いだよ。そう。ありがとう。なんか。じゃあ、残さないで食べてください。ああ。ちょっと押し付け。残さず食べて。いや、今日パーティーなんで一緒に食べましょう。ああ。ちょっと。喧嘩。あれ？残さず食べて。ボケた。出品しろよ。死にたくないと。だって、食べ物こうやって見ないですもん。箸でこうやって。点数聞いてみましょう。はい、ちょっとこの辺で。こんなことなんないですよ、普通。点数言うだけだから。いただきます。
見ます。はい、はい、100点満点で100点100点本当マイナス。あ、マイナス。バラエティーにしてくれた。ドリフみたいになっちゃった。まあ2人抜いて、あ、2人ともマイナス。なるほど、もう一回修行し直しですね、これはね。そうですね、うん、ちょっと笑顔が消える、まあ、レシピを見なかったっていう点を、まあ、そうです、考慮してもらって、また懲りずに第2弾サムゲタンと、ね、なんかタッカルビとかだったらうまく、あ、そうだね、役だ、あれかい、これ出そうかい、もう食べるかい。それもう完成、絶対に失敗しないやつじゃん。失敗しないやつですね、一応買っといたら、はい、はい、ああ、ありがとう。ちゃんと残す。不思議な味ですね。でもこれはもっと感じるな。ちょっと札幌復帰して早々で体調崩してもらったら困る。2人とも、はい、この辺にしたとかそうですね、いいのかな。じゃあ J リーグのためにも大成功に、あ、いや、大成功してないのよ。おもてなし。ダメ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 。あ、おもてなしが。おもてなし大成功。はい。これからの期待というか。そうですね。はい。希望の光っていう意味では。もううちには来てくれないかも。サムゲタン。はい。タッカルビ。タッカルビ。チーズ。はい、チーズ。チーズ。はい。その辺だったら。第2位だって。簡単ですよ。はい。行きましょうか。はい。サムゲタンはおる。タカンバリな。高まりチーズ高い。高いビのシンプルは違う。まあチーズ高いビは普通に作れそう。うん。なんですか。サムゲタンは韓国人でも難しい料理。あ、へえ。そうなんですね。じゃあサムゲタンです。はい。苦しませる方向に。そんな感じですか。はい。はい。じゃあありがとうございました。はい。今日お二人ともありがとうございました。ありがとうございます。もし焼こうかな。じゃあ焼いて。食べる食べる。あ、ちょっとこの状態で。もうちょっと焼いたら多分いけますね。どうですか。